夢というのは映画館で見るものだと。夢の国にも入るのに金がかかるだろうと。夢を見るために映画を見るのも金がかかるだろうと。だからこそ夢を見る権利を買うために人は現実を忘れてはいけない。なんでこんな映画を今ディズニー作ったんだと思ってびっくりしたんですよ。ウォルト・ディズニーが最後に現場に立った作品なんですよ。もう娘のためでもなく、世界中の子供のためでもない。観客はたった一人ウォルト・ディズニーなんですね。ここがその 64年版のメリーポピンズの狂ってるところでもあり面白いところなんですよ。夢を見るために現実を忘れてはいけないメリーポピンズメリーポピンズから話しましょうか。メリーポピンズね、あの、えー、映像すごいんですよ。映像は本当にすごいんですけど内容はピンとこなかったっていうですね。<laughs> ピンとこなかったっていう話なんですけども内容はですね、メリーポピンズ、かつてあの19世紀の終わりにですね、メリーポピンズに育てられた姉妹のジェーンとマイケル。 の二人がですね、子供ですね、大人になったと。しかし、彼ら二人はですね、メリーの教えをいつしか忘れて、子供の心を忘れてしまったと。それどころか彼らが育てる子供が、もうあんまり子供っぽくない子供になっちゃったと。で、時は流れて20年後、大恐慌の時代ですね、メリーポピンズが再び空から迷い降りてやってきてですね、でもう理由を説明せずいきなりマイケルの家に住み込んで、ウバとして働くと宣言と。 大恐慌時代ですからですね、マイケルとジェーンの兄弟なんですけど、お姉さん役のジェーンはですね、労働者のための社会運動をやってて、弟のマイケルは元々画家だった絵描きだったんですけど、食うために銀行でバイトやってると。しかしそのマイケルの自宅は銀行にですね、借金の抵当に差し押さえられてしまって、金曜日の深夜12時までに返済した。できないと追い返されてしまうと。 まあ、そういう大雑把なお話なんですね。ここまでが、もう本当に映画始まって冒頭の5分ぐらいでパッと説明される。僕的にはですね、これ。 悪くないんですよ。今話した感じで言うとですね、別に悪くないんだけども、興味惹かれなかったんですね。なんでかっていうと、作品ではなくて商品だったからっていう。まあ、言い方になっちゃうんですけど、宮崎駿的に言うと、これ映画になってないよっていうことになるんですね。なんでかっていうと、前作の1964年版のメリーポピンズなんですね。この1964年版のメリーポピンズっていうのはね、もっと狂ってるんですよ。頭がおかしいんですね。具体的に言うと、誰が主人公かわかんないんですよ。最初 な子供たちだけが主人公なのに、途中からメリー・ポピンズが主役になって最後はなぜかお父さんのバンクスさんっていうですね銀行家が主役になってしまうとでそういう狂いっていうか頭のおかしさが実はその1964年版のメリー・ポピンズを作品にしてるんですねそれはですねまあこれあの前回もウォールド・ディズニーの時のテキストにしたんですけども想像の狂気ウォルト・ディズニーという本にあるんですけどもメリー・ポピンズっていうこの1964年版の映画っていうのは ウォルト・ディズニーが最後に現場に立った作品なんですよ。もうこれを作ってる最中に死んでしまった、完成公開を待たずに死んでしまったんですけどもですね。もともとは自分の娘たちにパパこのお話を映画にしてって頼まれたと。最初娘がすごいよ、パパお願いお願いって言ってて、次にそれを読んだ奥さんまでがあなたこれは映画にすべきよというふうに言ってきたんで、えって思って約束したと。まあ その娘として約束が後にウォルト・ディズニーの約束という映画になってトム・ハンクス主演で映画化もされてたんですけども実際ですね娘に約束してから30年かかったんですねメリー・ポピンズって映画化するまで約束したのが1934年なんですよで映画が完成したのが1964年だから本当に丸30年かかっちゃった なんでそんなにかかったのかというと、まずは何よりもですね、その原作者、PL ト,トラバースっていう人なんですけども、トラバース夫人が気難しくて、まあイギリス人なんですけど、大のアメリカ嫌いで、アメリカ嫌いの中でも、ウォールト・ディズニー作品が大嫌いっていう人だったんですよ。なので、 どうせ安っぽいアニメにするつもりなんでしょう。楽しい歌と踊りのミュージカルにするつもりなんでしょうと。絶対に嫌だっていうふうに言ってたと。この人がですね、いろんなことを言って揉めに揉めたと。例えば最初、映画家券を渡すときに1万ドルと言ってて、ウォールトディズニーがちょっと高いけど、まあいいかと思ったんですけども、一回契約がまあ、こじれにこじれてなくなっちゃって、で10年後ぐらいにもう一回交渉したときに次は75万ドルっていう。 もういきなりですね、1万ドルが75万ドルになって、その次に聞いたら100万ドルと言い出すぐらい、トラバスさん本気なんですよ。本気でそれぐらいもらわないと、あ、じゃこれ、この作品預けないっていうふうに言ってるんですね。で おまけに脚本に口を出す権利っていうのをもう契約書に書いちゃったからま、バン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 ありとあらゆるウォールトディズニー側の提案とかアイデアに没を出すんですね。で、メリーポピンズって音楽を作ったのがシャープス兄弟って、まあ、有名なウォールトディズニー映画の定番みたいな曲をいっぱい作ってる兄弟なんですけど、その もうおとなしくて人格者で有名なんですよ。で、そのシャープス兄弟までが、あの忌々しいイギリス人のババアがっていうぐらいですね。<laughs> とにかく、あの、あのババアがこの映画をダメにするんだっていうふうに怒るぐらいですね。トラバス夫人は徹底的にウォルト・ディズニーがやろうとしてることを邪魔したというか反対したんですね。で、そういうのをもう一つ一つ説得して苦労に苦労を重ねて作った最後の作品が、まあ、 メリーポピンズのわけです。で、契約の同意だけで25年かかり、契約書作成に8年ですね。撮影準備に2年かかったんですけれども、あ、契約の同意で20年だ。えー、契約書作成に8年、撮影準備に2年かけて、やっとウォルトは娘との約束、この素晴らしい本を映画にするというのをやったんですけども、しかし、映画ができた1964年にはですね、娘たちはすでに大人になってですね、<laughs> もう孫までできちゃってるんですよね。ウォルトディズニーがなんでこの、 メリーポピンズを映画にしようと思ったかというと、自分は仕事だらけであんまり娘に父親らしいことをしてあげられなかったと。だから、娘がそんなに見たいと言ってるものを、たった一本ぐらい自分の家族のために映画作ってもいいじゃないかというふうに思ってやったら、一番難しかった。30年が経ってしまったっていう。 <laughs> だから良き父親になろうと努力したんだけども、なんかそれは仕事がいっぱいあってダメだった。だからこそ娘のために作ったという父親の役割として作りたかったっていうのが、まあこの本の中に書いてるんですけど。なので、この1964年版のメリーポピンズですね、この映画にはですね、そういうウォルトの矛盾が丸々持ち込まれてるんですね。30年間の間にあった変化とか、ウォルトディズニー自身の個人的な矛盾が全部持ち込まれてしまっている。例えば、 メリーポピンズの映画の中でですね、子供のことを大好きな、で大事にしてるくせに仕事ばっかりしてるバンクスさんっていうお父さんが出てくる。このバンクスさんの妻、奥さんはですね、婦人運動のために自宅を留守にしていると。で、そこに現れた不思議なメリーポピンズはですね、世界をアニメで見せる、夢の国で見せるっていうですね、魔法で子供たちに夢を与える。 これね、こういうふうに説明したら分かりやすいと思うんですけど、これお父さんのバンクスもお母さんのウィニーもですね、メリーポピンズ、この3人とも全てウォルト・ディズニー自身の分身なんですね。別人格の投影なんですよ。私は仕事人間で家にいない。でも世界中の子供たちに夢を与えてるんだという言い訳でできてるような映画が、この64年版のメリーポピンズなんですね。しかし、 その企画を娘と約束した1934年とですね、30年後の64年、ウォールドディズニーのですね、状況というのはまるで変わってしまいました。その一番大きなものが、第次大戦前のですね、労働葬儀ですね。ここにあのデモをしている人たちですね、もう俺たちにはストリング、操り人形の糸はいらないんだと言ってデモをしてて、で、ディズニー社の周りにですね、人が入れないようにこう、なんかみんなで、 張り込みをしてます。張り込みって、ピケを張ってるわけですね。第次大戦前にディズニー社は、労働運動に巻き込まれた。これまで、社員を家族だというふうに自分でも言っていて、そういうふうに扱っていたつもり、つもりのボルトはですね、めちゃくちゃ裏切られた気持ちになったんですね。で、もう昔のようにアニメーションは魔法だとか、自分たちがやってるのが魔法の国だというふうに信じきれなくなってしまった。皮肉なことに、この戦前から、まあ戦争、 に入るあたりがウォルト・ディズニー社っていうのはアニメーションの頂点だったんですね。世界的な、まあ、トップでもありながらウォルト・ディズニーのクリエイティビティが一番あった時代なんですけども、その時代に自分が可愛がって家族のように 扱ってるつもりの社員たちからですね、ウォルト・ディズニーは退陣しろ、会社を辞めろとか、自分たちはロボットのように、人形のように扱うのはやめろというふうに、連日連日デモをされて、叫ばれて、ロサンゼルスの劇場の周りでは、ディズニーの映画がかかるたびにそこの周りにデモ隊が出てきて、もうとことんへこんでしまったんですね。そういう時代が、そのメリー・ポピンズを企画してる最中に来てしまった。だからその、戦後のウォルト・ディズニー社は、 赤字続きだったんですけども、ようやっと脱出できたのは、テレビ番組のヨールドディズニーランドを作り、同時にテーマパークを開園してからなんですよ。で、それで、その時からようやっと会社が黒字体質になってですね、労働運動をしていたかつての仲間たちと、まあ、一応ですね、あの、和解というのかな、仲直りをして、で、 大喧嘩をして別れたようなメンバーとも、まあ一応復縁したんですね。だから、メリーポピンズの中に出てくる、婦人参政権、社会運動をしている奥さんっていうのは、多分そういう時期のオルトディズムの気持ちそのものが反映されてるんですね。社会運動を昔のように毛嫌いして否定しない。共産主義者を毛嫌いして否定はしないんだけれども、でもまあなんかそういう運動ばっかりやってたら家族がおろそかになるよっていうようなメッセージが、この映画の中にちゃんと入っていると。 仕事したり赤字に苦しんだり、労働運動に振り回されているうちに、いつの間にか娘たちは大きくなって独立してしまったと。映画を作ると約束したと。で、かつての約束、メリーポピンズを映画にするとか、どうでも良くなってしまったんだけども、だからこそ、あの、最後の最後に作ったですね、その、1964年版のメリーポピンズっていうのは、 最初は話した通り、一本だけでもいいから家族のために作ろう、娘のためにも作ろうと思ってたんですけどもですね、娘のためでもなく、世界中の子供のためでもない、観客はたった一人ウォルト・ディズニーなんですね。ウォルト・ディズニーがウォルト・ディズニーのために作った作品になってしまった。ここがその、 64年版の,あのメリーポピンズの狂ってるところでもあり、面白いところなんですよ。メリーポピンズが来て、最初にですね、子守歌を歌ってっていうふうに子供たちに言われるんですね。で、子供たちに子守歌を歌ってって言われたスノーボールを出すと。スノーボールの中によく見ると、なんかお寺みたいな、キリスト教の寺院みたいなのが入ってる。それをこうくるっと回すと、なんか中がチラチラチラと光って、で、メリーポピンズがですね、あの、鳩に餌をあげてくださいって、すごい有名な歌を歌って子供たちを寝かしつけるんですよ。 で、そうすると、その、スノーボールの中のセントポール寺院の階段の中に、カメラがずーっとアップになると、そこから実写になってですね、セントポール寺院の階段に座って、鳩に餌をあげてくださいって訴える、なんかすごい貧しい老婆が映るんですね。で、貧しい老婆が映って、えー、たった2ペンスでいいんです。二ペンス、タッペンスって言います。 タッペンスとかトゥルッペンスとかですね、イギリスではちょっと変わった発音をするんですけど、タッペンスでいいですから、鳩の餌を買って鳩たちにあげてくださいっていうようなおばあさんが出てくるんですね。この消えるような声で訴えるローバーの声が、あの、まあ、あなたには聞こえますかこれを聞こえるようにする子供に育てようと。普通 鳩に餌あげてくださいと、おばあさんの声なんか聞き流して聞こえない人もいっぱいいるわけですね。それは耳の能力の問題ではなく心の問題です。心の問題でそういうのが別に聞こえない人もいるんですけども、やっぱ気にかかる人はいると。そういうのが気にかかる人に育てようというのがメリーポピンズの教育方針でした。 と,ところが次の朝ですね、主人公というか、まあ、後に主人公になるバンクスさん、お父さんですね。お父さんはですね、子供たちがセントポール寺院の前を通った時に、あ、鳩売りのおばあさんが本当にいたと、メリーポピンズから昨日聴いた歌は本当だったんだと、でお父さん、僕はお小遣いでもっと2ペンスあげていいっていうふうに走っていこうとすると止めて、もっと素晴らしい使い方を教えてあげよう。その2ペンスあれば、 何ができるかお父さんの仕事場に連れてってあげようって言って子供たちがえハトに餌あげたいっていうふうに言ってるのに自分の銀行に無理やり連れて行って2ペンスをですね預金させようとするんですね。それがこれで バンクスさん以下ですね。これ、あの、バンクスさんですけども、<laughs> その銀行の頭取りたちとか取締役がず,ずらりと出てきて、君のニペンスが大英帝国を偉大にする。<laughs> ニペンスあれば、利子が利子を産んで何ができると思うとか。あの、なんか、商店が買える、国も買える、港が買える、小麦も買えるというふうにガン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 ,ガン歌って、子供たちからです。この大人たちがニペンスを取り上げようという、<laughs> なんかとんでもないシーンがあってですね。で、この、 これですね、あの、大騒動になってですね、結局、バンクスさんはですね、お父さんですね、この人はですね、銀行首になってしまうと。この銀行首になったシーンからなぜか、この映画はですね、完全にこのお父さん、バンクスさんが主役になってしまうんですよ。こっからですね、もう、ウォルト・ディズニー物語が始まってしまうんですね。で、ラストでですね、このバンクスさんはですね、銀行で、自分を首にした銀行でですね、お金や仕事より大事なことがあると。それは言葉にできないことなんだ。それはなんだって書かれた時に、スーパーカリフラジリスティック、 エクスピアリ・ドゥシャスっていうんですけど、それはメリー・ポピンズが言ってた意味のない単語の羅列なんですよ。それはどういうことかっていうと、仕事やお金より大事なことがあって、それは言葉にできないというふうなこと そういうふうにですね、言葉にできないことがあるっていうふうに言って、楽しげにですね、失業したのに家へ帰って、で、子供たちと、さあ、た,かたこあげをしようと言って、た,たこあげをする。この、たこあげをする時の、レッツフライヤーカイと、たこあげをしようという歌の、街中の人の大合唱でですね、映画を終わってしまうんですよ。 これあの、つまり子供のためにですね、空から飛んできたメリーポピンズだったけど、魂が最終的に解放されて、救済されたのはお父さんだったって話なんですね。さっき言った通りですね、主役が完全に変わっちゃってるんですよ。ラストシーン近く、タコ揚げの最中にですね、銀行の取締役たちが、もう一回バンクスさんのところに来て、いやあの、もう一回君を再雇用することにしたよというふうな形で、もう一回、あの、首が解除になって雇ってもらえるんだけど、もうこれ明らかに言い訳なんですよ。もうストーリー が、で、すね。なんでこういうストーリーなのかっていうと、もうこれは観客がただ一人、ウォルト・ディズニー自身だからなんですよ。ウォルト・ディズニー自身の罪の告白ですから、それは仕事ばっかりしてて家族を帰り見なかったこと、結局娘のために作ると言ってた映画を自分のために作ってしまったことですね。労働問題っていうのを自分がちゃんと相手、 しなかったからこそ、労働者の問題、家族だという,うに言ってたんだけど、彼らは差別を感じてた。そんなことに気づかなかったことっていうのを、全部それを込めて、そこから自分自身が救われるというだけの映画なんですね。だから、お父さんは最後、失業してるのに、楽しそうにタコをあげてるという変なシーンで終わっちゃうんですね。こういう矛盾がある自分自身のために作ったような映画のことを、宮崎駿はですね、映画になってるっていうふうに言うんですね。 宮崎駿は自分の映画の観客はただ一人高畑勲だって言ってたんですけど、それは言い換えれば自分の中の高畑勲なんですよ。自分の中にそういうものが見たいという人がいて、そのために作るのが映画であると。そうじゃないような、口で説明できるようなテーマのようなものはもう作る必要がないというふうに言ってるんですけど、僕、岡田司夫の表現で言えば、商品でなくて作品というのはそういう意味なんですね。そういう、 何とも言えない自分は作るしかないと思って作ってるものを僕は商品なくて作品って呼んでるんですけども。ところがですね、この話戻りまして、メリーポピンズリターンズですよ。メリーポピンズリターンズではですね、 あっきも言ったように、そのメリーポピーに育てられたマイケルって男の子がですね、もうお金がなくて、借金の方に自宅を取り上げられると。じゃあ、ラストそれが、もう大丈夫だってなるんですよ。ハッピーエンドなんですよ、ディズニーだから。でハッピーエンドでど、なんでハッピーエンドかっていうと、大昔20年前、銀行にですね、 取り上げられた2ペンスありましたね。あの2ペンスが利子に、利子が利子を生んでですね、うまく運用されて膨大な資産になっていましたと。だから家取られなくて済みましたって話になったんですけど。 じゃあ、じゃあ、前作は何だったのよと。これどうなっちゃうのよと。だって、2ペンスっていうのを銀行に預けて利子にするんじゃなくて、子供、あの、鳩に餌をあげるために使いましょうって話だったはずなのにですね。そんな夢を見たばっかりに、マイケル少年は絵描きになって貧乏暮らしになって家を売るためになり、ところが最後それは無理やり取り上げられた2ペンスが実はうまく運用されてて、大,王大英帝国の 石杖になって、結局資産になって買い戻しましたって話だったら、もう前作全否定なんですね。って、<laughs> なんでこんな映画を今ディズニー作ったんだと思って、びっくりしたんですよ。なんかあの、 どうな、なんでこんなことが、あの、なってしまったのか。で、メリーの教えというのは結局間違いで、結局鳩に餌をやるんではなくて、銀行に2ペンス預けるのが正しかったと。そういうような話結論になっちゃうと。だから、そっからわかる通りですね、今回のメリーポピンズリターンズのテーマは、はっきりしてるんですね。それは、 夢というのは映画館で見るものだと。割り切れと、えー。ちゃんと預金してリア充になって金稼いで、財産という安全な礎を築き、自分でちゃんと財産を築いた上で、 本当はね、お金より夢が大事なんだよねっていうふうにその財産というベッドの上で寝ながら、財産っていあったかい家とかベッドとか布団とかを作ってその中で寝言みたいに、うん、お金より夢が大事っていうこれがこのメアリー・ポピフィンズ・リターンズのえぐいばかりのリアリズムなんですね。 確かにそれが21世紀のディズニー映画なんですよ。せめて映画を見てる間は、ディズニーランドにいる間は現実を忘れて、っていうウォルト・ディズニーのメッセージっていうのは、さらに推し進めると、夢は夢、現実は現実だと。ディズニーランド、夢の国にも入るのに金がかかるだろうと。夢を見るために映画を見るのも金がかかるだろうと。だからこそ、夢を見る権利を買うために、人は現実を忘れてはいけないっていう、なんかね、21世紀的なテーマになっちゃってるんですよ。 でもそういうですね、現実の辛さ。 夢を見るのにも金がかかるっていう現実の辛さ。こういう現実の辛さに負けそうになった時にメリーポピンズは再び現れてみんなを夢の世界で元気にしてくれる。でも元気にしてもらった後は現実にもう一回帰ってちゃんと銭を稼げっていうのがですね。21世紀的なテーマの立て方なんですよ。これはその僕を主にマーベルのスーパーヒーローたちとその同じ路線なんですね。マーベルのスーパーヒーローも昔あったスーパーパワーでただ単に悪者を倒すというのではなくて そういう善とか悪がある世界はどういうものなのかということで、21世紀的なリアリズムの上に乗っかっていると。メリー・ポピンズも21世紀的なリアリズムの上に乗っけると、割とねこういう話になっていくんですね。リアルと夢の共存を目指すとまあ、こういう結論になると。 でも僕はそう21世紀的とは言ったんですけども、そういう落としどころはですね、マーケティング的であってですね、なんか商品的だからあんまり好きじゃないんですよ。もうちょっとね、狂ってくれないと大人には物足りないし、子供には逆にリアルすぎてあんまり夢を見れないと。結局、 大人でもない子供でもないディズニーというパッケージが好きな人ですかね。ディズニーオタクって言っちゃったらまあ彼らは怒るかもわかんないんですけど、ディズニー映画を最初から夢があって素敵と思って見る人にとっては十分に甘くて楽しい作品になるんですけども、64年版のウォルト・ディズニーの葛藤苦しみから生み出されてきたこの矛盾の塊っていうのを知ってると、いやいやちょっとこれお砂糖まぶしすぎじゃないですかねって。で、おまけにお砂糖のベースになってるのが何か、何かレバーパテとか。 <laughs> なんか、栄養はいいんだけど、それおやつじゃないなっていうの、なんかね、そういうお話じゃないかなというふうに思いました。